ショートサイオンシニアショートサイオンシニア FB ショートサイオンシニアは1930年代にショートブラザーズ社により製造されたイギリスの4発9人乗り旅客用の水蒸気であるサイオンシニアは6名乗りの総発小型旅客機サイオンを4発9人乗りとした拡大版であった不運なことにすでにデハビランドドラゴンやドラゴンラピードを導入していたイギリス国内の 航空会社からの発注は得られなかったが、国外の調査活動や河川旅行用の水蒸気として着目された。最初の発注はビルマの殻で最初の納入期が満足すべきものである場合は、さらなる発注が約束されていた。サイオンシニアは、基本は水蒸気として設計され、陸上機型も選ぶことができた。フロート付き機として製造された最初の2機は、 対空照明を取得するとすぐにランブーンへ出荷され、3番目の機体はショート車がデモンストレーションに使用する陸上機型として製造された。他の3機は水上機型として製造されたが、この中の1機は実際には将来水上機に改装することを前提とした陸上機型として製造された最初の機体となった。生産最終号機は飛行艇の特に ショートサンダーランドの停滞設計のために空軍省によって買い上げられた。ショートサイオンシニア FB と解消された機体には、平等リベットを使用したジュラルミン製の中央フロートと左右両翼下のフロートが取り付けられた。1942年中にマリーンエアクラフトエクスペリメンタルエスタブリッシュメントの手で停滞設計の挙動や、 安定性能を見極めるために一連の試験が実施された。この試験専用の機体は1944年3月15日にアーガイルのヘレンズバラ沖で霧の発生した天候の中クライド川から離陸しようとしたところ水没して失われた。前ヘレンズバラのテストパイロットである HG ホワイトは機体が失速して水上に墜落し水没したことで死亡した。 他の2名の搭乗員は救助された。陸上機型のサイオンシニアは1938年12月にハイファのパレスチナエアウェイズに売却され、機体記号は VQPAD へと変更されたが、1942年2月に中東のイギリス空軍部隊に挑発され、1943年9月22日の戦闘中に失われた。水上機陸上機ショートサイオンシニア出展。 ウォープレインズオブザ・セカンド・ワールド・ウォー、ボリューム5、フライング・ボーツ初言性能。ありがとうございます。